イザベラ・ロモラ・デ・メディチは、ブラッチャーの広告の支配者、パオロ・ジョルダーノ・オルシーニの日。初代トスカーナ大公コジモ・一世と、ヒエレオ・ノーラ・ディ・トレドの娘として、フィレンツェで生まれた。妹にルクレツヤ、兄に、フランチェスコ・一世でメディチがいる。11歳で、トスカーナ南部と接するブラッチャーノのコンドティエーレ、パオロと婚約。1558年に結婚した。 イザベッダは、開放的な性格から、男性関係の噂が数多く、特に夫の重邸、トロイロ・ルシーニと、パオロの軍事作戦中の不在時に深い仲となった。パオロ自身もそやで教養がなく、彼自身も愛人を持つようになった。パオロが妻の不義に気づいてから、その強硬に及ぶまで時間はかからなかった。パオロの愛人と結託し、フィレンツェ近郊のビラ・チェレット・グイディで、 イザベッラは、夫の手で殺された。愛人とおそらく兄のトスカーナ太鼓フランチェスコ一世も、共犯であったと言われている。数ヶ月後、パリにいた、トロイロも、同じように暗殺された。フランチェスコは、この事件を目殺したが、パオロたちは後に、強行しくすって過ごせいの追求を受けることとなった。言い伝えによると、 ローマ近郊の古城など、イザベッダがかつて住んだ数カ所の場所に、イザベッダの亡霊が絶えず出没しているという、ありがとうございます。